皆さんお帰りなさい。どうでしたか？万国商会に在庫は。はい、手に入れました。これを。よかったです。絹以外材料の確認をしてきます。すぐ終わりますので。絶対あるよな。もうこれ以上足りないものがなければいいのですが。そういえば旅人さん、実はしかしあなたが稲妻の服装になれることができる。そうですか。そうでしたか。やはり優秀な旅人さんは自分なりの規則と服。外にいる以上仕方がないこともあるんだ。でもオイラは稲妻の着物を試してみたいぞ。なんだよ、作ろうと思えば作れるだろう。あなた方の掛け合いは本当にお可愛いですね。私はただパイモンさんが欲しいというのなら他の方に頼んで服を作れると言いたかっただけです。そうですか、わかりました。旅人さんの言う通りにしましょう。そういえば他の国の方は普段どのような服を着ているのでしょう。そうそう、それぞれの国で違った特徴があるんだ。着付けは非常に高度な学問なのですね。私もまだまだ勉強が必要で、自身の気質を引き立たせ体との一体ですので、おめかしは嫌いではございません。わかるぞ、確かにそうだよな。パイモンさんはとても可愛いので、どんな服装もお似合いだと思いますよ。わは、褒められたぞ。お待たせしました。確認が終わりました。お疲れ様です。何か足りないものはございました？いいえ、材料はすべて揃いました。はい、わかりました。すぐに手配し、はい、ではこちらを。近頃はちょうど他に急ぎの注文がなかったので、今すぐ制作。それまでどこかでご休憩なされてはどうで。オイラもちょうどそう思ってたところだ。はい、それでしたら良い考えがございます。この後は旅人さんとパイモンさんを連れてお食。おー、ご飯だー。場所はきちんと厳選してあります。高級すぎてかしこまってしまう料亭より。では早速向かいましょう。おお、今からもう待ちきれないぜ。この店か？通りに。いらっしゃいませ。君並さん。あ、神里様。時間日。はい。注文内容は以前予約した通りに。はい、わかりました。旅人とそこの小さいお客さんはこっち。旅人さん、パイモンさん。いえ、そういうことではこす。いくつか些細なことをしょ。お二人は神里様のお友達なんだよね。私のお店の料理は庶民的なものばっかりで、お店ももう長いことやってるか。神里家の兄弟は二人と。でもまさか初めてなのか、オイラたち。そうなの、こう言ったらあれだから。どうしてだ。
人もいいし礼儀正しい。私もそう思ってたんだけど、神里様は完璧すぎるのは、あんなにいい子なのに。そうだったのか。変わりは少なくとも私は。だから今日は神里様たくさん食べてね。私たちここ一帯に住む人。あ、彩香の声。すみません、旅人さん、私と一緒に。すみません、急に呼び出してしま。あの音は鍋が。見ての通り、この家は、この庭も私有地で、ある特別な料理を作るため。そうだぞ、料理が食べたいな。私が作りたかったのは、椿さんへのお母様の手記には、椿さんは今回椿さんに会うため。異国料理、稲妻料理じゃなければいいんだよな。それだったら選べるものがたく。私もそうなのではないかと思って。料理を作っていただけませんでしょうか。どのような異国料理なら贈り物に最。オイラ知ってるぞ、この類の料理ならあれしかないよな。ピザだ。ピザ。おお、具材とソース、そしてチーズを生地の表面に乗せて焼いた食べ物だぞ。すっごく美味しいんだ。それはとても美味しそうですね。ピザは焼けましたか？旅人さん、私も様々な料理を作れる。レシピがあればできるぞ。機会があれば。はい。二人ともうまくできた？あ、これはか。はい。焼けた焼けた。香ばしい匂い。旅人さん、やはり料理がお上手なのですね。私も様々な料理を作れる腕の優れた料理人になりたいです。レシピがあればできるぞ。機会があれば今度もっとレシピを持ってきてやるぜ。はい、一緒に料理。二人ともうまくできた？あ、これは神里様、欲しかった料理ってこれのことですか？はい、旅人さんに手伝ってもらって作った異国料理でございます。お持ち帰り用に包んでいただけますか？もちろんです。香ばしい匂い、本当に美味しそうな料理ですね。ふふ、作り方を教えてやろうか？え、いいのですか？食べ物はみんなで食べるともっと美味しくなるんだ。モンドのみんなならこの料理を稲妻の人たちに伝えても気にしないと思うぞ。本当に？やった！作り方を書き写してくれればお店で販売して一番目立つ位置に広告を載せるよ。鎖国してからというもの、みんなもう長いこと新しい料理を食べてないの。私は神里様の料理を包んできますね。高値で売れるものなのに、それを惜しみなく共有するなんて、素敵です。私は本気でそう思っているのです。とても、尊敬しています。あなたのような高潔な方と友人になれたこと、誇りに思います。それで、このレシピを書き写せばいいのでしょうか？ああ、オイラたちの好きな具材。じゃあピザを作るぞ。そう、それだ。
み合わせを選ぶぞ。そうそう、それだ。あとは調理方法も書かないとな。できた。この自信作、きっとオイラたちの異名とともに稲妻に受け継がれていくぞ。はい、こんなに美味しそうな料理ですからきっと間違いないでしょう。じゃあ早くこのレシピを店主に渡そう。それ。あ、レシピは書けましたか？書けました。ありがとうございます。うわー、楽しみだな。旅人さん、パイモンさん、お食事の時間を邪魔。働いた後の方が食事も美味しいから、熱いうちに食べましょう。どうでしょうか、稲妻の料理はお口に合いますか？美味しい。これも美味しいし、あっちにあるのもすっごく美味しい。安心しました。ところで、先ほど私があちらで料理を作ろうとしていたとき、その、私のことについて話していたのでしょうか？ちょっとだけ話したな。でも、私のこと、もういいです。私に友達が少ないのは、自分でもわかっていますので。別におかしなことじゃないぞ。他の人がお前と話す機会がなかなかないだけだ。慰めてくれてありがとうございます、パイモンさん。それはすべて事実です。私はあまり友達と呼べる方がおり、普段から近くにいるのは家族や配下の者のみですので、皆さん私があなた方を誘ったことに驚いているのでしょう。そうだぞ、お前に友達はいる、オイラたちだ。ありがとうございます。私とても嬉しく思います。すみません、お恥ずかしい姿を見せてしまいました。何か抱えてるなら我慢しないで発散しろよな。はい、それ私もあなた方を大切なお友達だと思っております。いいだぞ、オイラたちよくしてくれた人にはこっちもよくするって決めてるんだ。お前もお母さんの手記からその椿っていう人に会いたいって思っただろ。はい、友情は私にとってとても貴重なものです。あなた方との縁大切にします。でもそういえばその椿って人、そのことについて簡単にではございますが、ある憶測があります。私が思うに椿さんは狐紳士？はい、私ですらお母様からそのような友人のこと、稲妻には古くから狐紳士、もうすでにこの方面から推測する。それって稲妻にも仙人がいるってことか？稲妻にもとは、稲妻に来る前はリーユエに行ってたんだ。リーユエには仙人がたくさんいたぞ。空を飛んだり、鹿をかけたり、水中を泳いだり、土に埋まったり、いろんなやつがいたな。私も本でそのような話を読んだことがございますが、実際に聞いてみるとやはり驚きを隠せません。さすがリーユエ、古くからの文化が美しき伝説を生み出しているのですね。機会があったら一緒にリーユエに行ってみようぜ。あそこにはうまいもんがいっぱいあるんだ。すごいんだぞ。本当ですか？楽しみです。しかしその前に、旅人さん、パイモンさん、
今回の食事は満足できましたか？もちろん。それでは着物を受け取って稲妻花を運び、白ウサギは四つの月光を袴に縫い上げ、おかしいですね、空っぽです。他を当たりましょう。残した財宝とかあったか？これは、どうやらこれももしかすると椿さんの手記でしょうか。皆さん一度外に出ましょう。ここ、そうだな、暗い場所で文字を。ここなら大丈夫でしょう。早く中に。はあ、貴重なお宝だったりして、楽しみだ。どうした？いきなりそんな小声で話しかけるなんて、オイラを緊張させるなよ。彩香が手記を見るのを邪魔したくなかったんだな。あの手記、本当に何かあるみたいだ。でも、彩香の表情を見るに、旅人さん、パイモンさん。全然待ってないぞ！読むのが早すぎる！はい。すべて読み終えました。この手記に書かれた真実は、内容は、違う？狐紳士の手記じゃなかったのか？狐紳士ではございませんでした。椿さんの正体は、私のお母様でございます。え？驚きますよね。私もです。椿は普段の私と同じでありながら、異なる存在。以下のすべては、椿としての私の手記の中に書かれていたのは、お母様が日常で経験した出来事や。それって、服の祭壇。はい。すべて私のあなた方にとっては不思議に思う。それどころか、実は、私もそのような一面を持っているのです。手記を読んだ時、自分の考えがすべて人に見透かされているのではないかと思うほど、あやか。お母様がお父様に嫁いでから、ずっと上里家の主母として、すべての事務を担当してきました。
子。それだけでなく、お母様の一言一行は上里家を代表していました。両親が亡くなった後、お兄様と私は上里家のすべてを引き継ぎました。その中で遭遇した数々の困難は他の方には想像できないかもしれません。私が面倒ごとにあった時、いつもこう思うのです。お母様と離れ長い時間が経ったからかもしれません。私の記憶に残っているお母様は威厳ある高貴な一面だけです。しかし、開けたわね。この重さは安心できます。死の風格に気をつけます。たっ、粉々よ。よっ、そら、そこで、それ、結霜せよ。それ、不利な状況ね。
の重さは安心。欠損せよ。粉々よ。はっ。それ、欠損せよ。ふっ、ひゃっ、はい。おとなしく渡しな。俺たちが手荒な元素デコを使ってメガリレーに抵抗するんなら、頭を冷やしてきた前にそうした奴が。見逃してください。このちょうど神の目の応酬現場に出くわしたぞ。放ってはおけないよな。ちょいちょい、待ちや。うん、あっちで誰か。こっちこっち、はよこっち来。緊急事態なんだ。オイラたち。シー、見とけ。おい、なんなんだよお前。自分に神の目がないからって、そうやって野じ馬みたいに。って、あれ。シー、静かにしとけ。うちらまで見つかってまうやろ。わかりました。これでいいですか、武士様。ふん。それでいい。どうするんだよ。もう神の目を渡しちゃったぞ。まさか、お前のせいでタイミングを逃しちゃったじゃないか。よいみやさん、ありがとうございます。さっき僕にくれた偽物がなければ、
本当に押収されてるところでした。気にせんといて。あんたも結構ええ演技してたで。そうだったのか。そうとも知らずにおいら。ええんや。あんたらのさっきの反応、同じ立場におる人間やってのがようわかったわ。たが、あ、自己紹介がまだやったな。うちはヨイミヤ。この長野原花火屋の現店主や。普段は花火を作って生計を立て、花見坂でヨイミヤさんを知らない人はいませんよ。夏祭りの女王とはまさに彼女のこと。彼女、すごい人なんだな。オイラも花火が大好きだ。あえて、そんないなこと言われると照れるな、ハンシロー。それと、うちに礼を言うよりも、マサカツ先生に感謝し、あん時、うちの神の名も、マサ、はぁ、あ、マサカツ先生。ん？なんや、あんたらもマサカツ先生を知っとるんか？ほんまか？白鷺の姫君が手配したもんやったんやな。実はここ数日、獄中せやけど、いきなり無謀に突っ走っても、神里さんに迷惑かけるだけやと思うてな。うちも、あんたらと一緒に行動させてくれ。もちろんいいぜ。あやかもおいらたちに、長野原花火屋で助っ人にあった。どうやら、店で神の名の所有者をかくまう以外にも、ついに他の役割が回ってきたっちゅうことやな。正勝先生は、町奉行所に閉じ込められとる。あそこのま、ヨイミヤは頼もしいな。お前に会えてよかったぜ。せやろ。準備ができたら出発するで。絶対に正勝先生を助けるで。助けるで。召喚に応じ参上する。やっと入れたな。こっから入って正解やったな。こんなとこに閉じ込められる。手分けして行動するで。おう、じゃあ、おう、あん、粉々だよ。剣票、王は立つ。よっ、先に引くぞ。でっかい扉だ。開けるには、あの勾玉の形をしたものを集める必要がある。
か。よいしょ、ここだよ、風だ。結晶せよ、風も来てよ。負けた。逃がせ。無駄だ。隊列隊列。ヒャッヘキ。ふわ。わめきなさい。よっ。敗北を喫してか。この壁。なんだかおかしいぞ。何か仕掛けがあるのかな。こいつらなんだか強化されてるみたいだ。その力の源はあそこの鎧と関係してるんじゃないか。つらっ、ね、は、はい。願いたい。者ども続け。逃げようなんて思わないでよね。ふう、粉々よ、兵糧のようにうなれ。ジャッジメント、終了。惜しかったか。負けだ。行くぞ。あれ、あのマガタマの形、扉にある溝と似てないか。手合わせ願いたい。消えろ。ここだ。無能。無能。ボンボンボスだ。痛いよ。おい、特攻離れ。拙者を恐れた。勝負か。くれ、もう帰りたい。わめきなさい。勝負。それ。は、早く。
迷ってらっしゃるなら大臣様に打ち明けてください。それ、視界が開けたわね。これがカイザンを滅ぼした力だ。いや、装甲の恩砕け散れ。
神の目がなくても元素力を扱える。あなたは例外例外、それは永遠の敵。あなたを心臓へとはめ込みましょう。あなたは私が自ら見極めなければなりません。くだらない、わめくがいい。ここだ、万代を持って葬り去りましょう。ここだ、無能、邪魔するな。遅め、わめきなさい。ライコン、永遠の土を減らす。結霜せよ、よっ、それ、なかなか粉々よ。さ、うわー、痛い、捕まえたみゃ。ふっ、無駄だ、行くぞ。西洋鍋無能、ここだ。終わりだ。隠れる術はありません。結霜せよ、万代をもって葬り去りましょう。終わりです。くぅ、もう帰りたい。やるね。どこから？不安定な要素は取り除く必要があります。早く、おそれ、それ、はっ、よっ、それ、はっ、やるね。隠れる術はありません。ライデンの意向に立ち向かえるとは賞賛に値します。メガリレーの対象、次は必ずや人たちよ。
で止まるんだ。忘れたのか俺だけど、もう当分ここタタラスナに行って抵抗、俺の考えが正しければ。そういえばそうだ。だがしかし唯一不安なのはその間幕府軍の領地も超えることに。ああこれ以上グズオイラたちも。というわけです、五郎様。僕が幕府武士に囲まれていたところ、それにこの人は神の目を使わなくとも元素力が使えてとても強い。どうかこの二人を。うん。お前たちも聞いたように、抵抗軍の目的は幕府軍を倒し、メガリレーは決して楽な仕事じゃない。戦場に踏み入れた者は誰であろうと軍に入りたいと思う理由を言ってみろ。戦う意志のない者を抵抗軍に入れるわけにはいかない。きちんと自分の考えを持っている方がこっちも助かる。百個目の神の目を奪うメガリ儀式のことか。皆儀式に邪魔が入ったらしい。妙だな。どうしていきなりそのことを。何か情報でもあるのか。は？それにライデン将軍とも一戦交えたんだ。百個目の神の目の所有者、今のオイラたちは幕府軍に追われてて、だからここに来たんだ。そういえばつい最近幕府武士と戦った際に継承連を持っていたのを見たな。金髪の旅人と空を飛ぶ奇妙なペット、お前たちのことを言ってたのか。誰が空を飛ぶ奇妙なペットだ。しけしけ。事情は理解した。抵抗軍を代表して二人の加入を歓迎しよう。三五宮様は今抵抗軍の拠点に。まずは鉄兵から。抵抗軍の周辺環境に。こちらも問題ありません。僕は昔後方機と君たちに。まずは負傷兵、もし新しい排除する。それが将軍様の命令だ。気をつけろ、向こうにいる奴は強いぞ。頑張れ。さすがにやるな。どうやらこのまま戦う。兵士たちよ、かかれ。浄土を開口せしは永遠なる鳴る雷。どうやら戦いは避けられないようだな。迎え撃つ皆の者、俺に。我慢強いでござるな。傭兵代を払ってもらえるといいんだがな。カズハ、久しぶりでござるな、友よ。
ごきげんよう。お初にお目にかかります。まずは自己紹介をしましょう。私は三五宮ここみ、抵抗軍の指揮官であり、渡積島の荒人。この肩書きは初めてお聞きになるかもし、実はすでに北斗さんと風葉。この後何かお考えは？でしたら三五宮へ行ってみてはどうでしょう。頑張れ。さすがにやるな。どうやらこのまま戦う。兵士たちよ、かかれ。浄土を開口せしは永遠なる鳴る雷。どうやら戦いは避けられないようだな。迎え撃つ皆の者、俺に。我慢強いでござるな。傭兵代を払ってもらえるといいんだがな。カズハ、久しぶりでござるな、友よ。ごきげんよう。お初にお目にかかります。まずは自己紹介をしましょう。私は三五宮ここみ、抵抗軍の指揮官であり、渡積島の荒人。この肩書きは初めてお聞きになるかもし、実はすでに北斗さんと風葉。この後何かお考えは？でしたら三五宮へ行ってみてはどうでしょう。幕府軍が一時的にてメガリレーは廃止されておらず、天領奉行と雷電将軍も止まる気配はない。問題は何？三五宮へ行き、今後の対策を練ることをお勧めします。渡積島には詳しいんだ。引き続き君の案内。五郎、こたびはお疲れ様でした。抵抗軍の力はもとより、幕府軍この後もまだあなたには残っ。任せてくれ。私はもう一つ用事が残っています。これまでの貢献感謝いたします。これ、稲妻の未来のために。来る途中にお主の懸賞令を見かけたが、そうたやすく捕まるものではないと知っていた。雷電将軍には無双の人たち、いつの日か。
ずい。うわっ、一緒に遊ぼうよ。ボンボン爆弾はじけろ。やっやっ、結霜せよ。この手はくまっ、わめきなさい。粉々よ。やっ、へい。ジャッジメント、
油断できませんね。Take two, huh?Yeah.
雪を舞い。桜吹雪。失礼。
これはいけないことなのです。この手記を読んだ時気づきました。お母様も私と同じように、どれほど大きな責任を背負っていても結局はただの人であると。綺麗なお着物を好み、各地の美、もしかするとあなた方はそのようなことを稚拙に思うかもしれません。お母様が書いていました。私も見たことがあります。夜空を照らす明かりがとても。しかし私たちの立場では、闇雲にお待つ私たちを止める人がいなくとも、突然しゃぶ、お母様は人々がそうだったのか。じゃあ、あの祭壇図に書いてあった服って。はい、お祭りでは異国か。こういうことを言うのはふさわしくないなんてことないぞ。お前のお母さんは知らず知らずの、どうやらお母様のためにそれを行う機会も。はい、わかっています。ありがとうございます。この一件で私もいくつかのことに気づけました。お母様と私、いろいろ。お母様は、はい、まさか。いえ、この方法を使うつもりはございません。その旅人さん、私、落ち着いて気をしっかりと。私たちのお祭りに興味はございますか？告知を見た時からずっと行きたかったんだ。彩花も興味あるんだろう？はい、あの、笑わないでくださいね。私も昔同じような悩みを抱えていたんです。しかし今はもう吹っ切れました。私は自分の願いを叶えるために心に忠実に生きようと思います。その私と一緒にお祭りに行ってくれませんか？行く行く。祭りってうまいもんがたくさんあるだろ。それと楽しい遊びもな。よかった。お二方感謝します。今から行けばまだ間に合うかもしれません。そうだな、今日は最終日だったよな。どう？おいら一人だけお面なしで祭りに参加しなきゃいけないのか。パイモンさん、大丈夫です。お面は必須ではございませんよ。でもなんか仲間外れにされた感じがするぞ。なら葉っぱをかぶるのはどうだ。お前さんの顔なら十分だろう。じゃあ仕方ないな。安心しろ、おじさんがすぐに小さいお面を作ってやるから。本当にありがとうございます。いいんですよ、神里のお嬢様。明かりがついてるうちに夜の祭りを楽しんでください。はい、では旅人さん行きましょうか。あ、少々お待ちください。一つ説明しなければなりません。先ほどは緊張していて、その言い訳をしてしまいました。私はその心からあなたと一緒に来たかったのです。はい、旅人さん見てください、おみくじの。あ、綾香様、珍しいですね。今日はお友達と。はい、一回おいくらでしょうか？綾香様は知らないかもしれませんが、
僕の叔父は以前シャブ業の世話にですので、お金なんて取りません。え、もちろん。よろしければ僕の屋台で楽しんでいってください。それにそちら旅人さん、パイモンさん、どうしましょう。あやかはみんなに好かれてるな。それじゃ遠慮なく。旅人さんが言うのなら私も遠慮なく。店主、はい、こちらになります。おみくじを引いてください。中を開けて運勢を確かめてみてください。あ、どうだった？オイラは中吉だ。なかなか悪くないな。私も中吉でした。旅人さんは？それはとても幸運でございます。おめでとうございます。大吉。地、地には財宝、天禄六字。いい兆しだな。おめでとうございます。皆さん運がいいですね。これほどの幸運ならこれから何をしよう。そうだな、これからもこの運が続いていくといいな。こちらは食べ物の屋台ですね。稲妻を代表する美食がたくさんあります。何か食べたいものはありますでしょうか。私が買ってきます。どれも美味しそうだぞ。全部食べていいか？もちろんです。でも残しちゃうともったいないよな。一つ一つ順番に食べ、そこの団子が欲しい。はい、あれも美味しそうだな。それとあそこの卵。では私はこのひよう餅にします。はいよ、すぐ用意。ひよう餅美味しい。そうだろう、うちの屋台の人気名物。ぶしつけなことを聞きますが、これは作りたいんですか？いいですよ。新しいレシピだ。え、教えていただけるのですか？商売をする上で。皆さん、君波料亭の店主に異国の料理を教えましたよね。俺とだから、俺からも。ありがとうございます。そちらのお客さんも一つ持ってけよ。おいしいぞ。ご自身の手でおいしいもの。はい、このお菓子の作り方。いいぜいいぜ、約束だ。はい、ガン。終わりが近いのにこんなに面白いなんて。おいらお祭り大好きだ。はい、私もそう思います。今日ここであなた方と一緒にお祭りに参加できて本当に良かったです。ここは絵馬を売っている屋台ですね。稲妻の人々は絵馬という五角形。いいよ、への回答と似たようなもんか。これも願い。そこの人たち、絵馬はどうだ。面白そうだ。
でも字を書いたり絵を書いたりするのか。おいらは遠慮しとくよ。お腹いっぱいで頭がぼーっとしてるから。店主、絵馬を二つお願いします。はい、絵馬二つです。どうぞ。旅人さんはどのような願いを書くか決めましたか？私も決めました。お二人さん、願い事を文字や絵にして絵馬に書いてください。人前に返事するのか。よし、だったらオイラもやるぞ。これでよし。あなたの絵馬を見てもいいでしょうか？これはあなたとお兄さんですか？素敵ですね。きっと見つかるさ。自信を持て。はい、パイモンさんの言う通り、その願いはきっと叶うでしょう。私もあなたのために祈っています。あやかが書いたのって天使閣か？はい、私の願いは稲妻の皆さんが平和に幸せに生きること、そして家族やゆっこの願いが叶うことを祈って。はい、ありがとうご…はい、お祭りもそろそろ終わりです。楽しければ楽しいほど時が過ぎるのは早いものです。戻りましょう。旅人さん、私お祭りに来てこのように遊べる日が、これまでの付き合いから私の性格はもうご存知ですよね。私のような性格では